バーナード・ホップキンスは、アメリカ合衆国の元プロボクサー。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。元 WBA、WBCIBFWBO、統一世界ミドル級王者。元 WBC 世界ライトヘビー級王者。元 WBA、IBF 世界ライトヘビー級王者。ニックネームは、ザ・エクセキューショナーと2013年10月26日からは、ザエリアン。 2004年9月に3団体統一王者となっていたホップキンスは WBO 世界ミドル級王者オスカーデラホーヤに勝利し史上初めて主要4団体の王座を統一した2011年5月には46歳4ヶ月で WBC 世界ライトヘビー級タイトルマッチに勝利しジョージ・フォアマンの持つ最年長王座獲得記録を塗り替え 2014年4月には49歳、3ヶ月で WBA 世界ライトヘビー級スーパー王座獲得に成功し、自身の持つ最年長王座獲得記録を更新するとともに最年長防衛記録も更新した。ゴールデンボーイプロモーションズの重役に就任しており、HBO でゲスト解説としてもたびたび登場している。10歳でボクシングを始め、 アマチュアでは99戦95勝4敗という戦績を残しているが、17歳の時に9つの罪で懲役18年を宣告され、約5年間服役する。1988年、仮出所、キリスト教からイスラム教へ改修する。1988年10月11日、23歳の時にライトヘビー級でデビューするが、 黒星でプロのキャリアをスタートした。デビュー戦後は1年以上リングへは上がらなかった。2戦目以降は徐々に体を絞り、ミドル級前後の体重で試合経験を重ねた。1992年12月4日、スバ全米ミドル級王座を獲得。その後4度の防衛に成功。1993年5月22日、ロイ・ジョーンズ・ジュニアと空位の IBAF。 世界ミドル級王座を争うが0から3の判定負け。1994年12月17日、セグンドメルガドとの IBF 世界ミドル級王座決定戦で引き分けた。1995年4月29日、メルカドと再戦し7回 TKO で破り、IBF 世界ミドル級王座を獲得に成功した。1996年1月27日、 スティーブ・フランクを右アッパーで倒し、ミドル級世界戦最速個記録となる初回24秒、TKO で勝ちを収め初防衛。以後、同級で12回の王座防衛に成功。2001年には、主要3団体の王者と1階級をげたフェリックス、トリニダードの4人で、王座統一トーナメントが行われ、2001年4月14日には、キース・ホームズに3から0の、 判定勝ちを収め WBC 王座を吸収した。続いて2001年9月29日には、フェリックス・トリニダード22回1分18秒、TKO 勝ちを収め WBA 王座を吸収し、マービン・ハグラー以来の3団体統一王者となった。2003年3月29日、モラード・アッカールと対戦し、8回 TKO 勝ちを収め WBA は2度目。 WBC は3度目、IBF は16度目の防衛に成功した。2003年12月13日、ボードウォークホールで、WBA 世界ミドル級世紀王者、ウィリアム・ジョッピーと対戦し、3から0の判定勝ちを収め WBA は、王座統一による3度目、WBC は4度目、IBF は17度目の防衛に成功した。2004年9月18日、 オスカー・デラ・ホーヤとミドル級の規定体重を2ポンド下回る158ポンドのキャッチウェイトで対戦。それまで小負けがなったデラ・ホーヤを左ボディ一発でカウントアウトさせ9回1分38秒小勝ちを収め WBO 王座を獲得し初の主要4団体の王座統一に成功した。2005年7月16日、ジャーメンイン・テイラーと対戦し、ホップキンスにとって ロイ・ジョーンズ・ジュニアに敗れて、以来12年ぶりの敗戦となる1から2の判定負けを喫し、WBA は7度目、WBC は8度目、IBF は21度目、WBO は2度目の防衛に失敗、大沢から陥落した。2005年12月3日、WBA スーパー WBC、WBO 世界ミドル級王ジャジャーメインテイラーと再戦したが、 初戦以上の力量差を見せつけられ0から3の判定負けを喫し7ヶ月ぶりの大坂リザキに失敗した。翌2006年6月10日、ライトヘビー級に転校し、イボ NBA ライトヘビー級王者、アントニオ・ターバーと対戦、ライトヘビー級のターバーに対し、一方的な内容で3から0の判定勝ちを収めた。この試合がラストファイトと宣言していた。 ホップキンスだが、2007年7月21日、元 WBA スーパー WBCIBF 世界スーパーウェルター級王者のロナルド・ライトと170ポンドのキャッチウェイトで対戦3から0の判定勝ちを収めた。2008年4月19日にラスベガストーマスマックセンターでジョー・カルザゲ戦がライトヘビー級のウェイトにて行われた。1R に 右のショートストレートでダウンを奪ったが中盤以降、盛り返され 10R にはローブローを受けて中断もあった、中 12R を戦い抜き、判定1から2にて辛くも敗北した。お互いにクリンチが多く、決定打にかける試合であり、手数とスタミナが勝敗の分かれ目になった。2008年10月18日、34戦全勝のホープであり、WBC。 WBO 世界ミドル級統一王者のケディ・パブリックとノンタイトル12回戦、170ポンドのキャッチウェイトで対戦。試合前の予想ではパブリックが有利と言われていたが、ホップキンスは若いパブリックを完全に翻弄しきって3から0の判定勝ちを収め、パブリックに初黒星をつけた。二千九年十二月二日、エンリケ・オルネラスとノンタイトル十二回戦で対戦し、 3から0の判定勝ちを収めた。2010年4月3日、ロイ・ジョーンズ・ジュニアとおよそ17年ぶりに再戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2010年12月18日、WBC イボ世界ライトヘビー級王者ジャンパスカルと対戦。1、3回にダウンを奪われたものの盛り返し、1から0の判定で引き分けたため、WBC 王座と イボ王座の獲得に失敗した。この試合は WBC の年間最高試合に選出された。2011年5月21日、前回引き分けに終わったジャンパスカルとの再戦。試合は3から0の判定勝ちで WBC 王座獲得、WBC ダイヤモンド王座の獲得に成功、ジョージ・フォアマンの持つ45歳9ヶ月での 最年長世界王座獲得記録を更新する46歳4ヶ月での世界王座獲得を達成した。イボ世界ライトヘビー級王座はホップキンスがイボへの認定料の支払いを拒否したため、試合後に空位となった。2011年10月15日、チャド・ドーソンと防衛戦を行う。2ラウンド途中にドーソンに投げられるような形で、キャンバスに転倒した際に左肩を強打。 試合続行不可能となり無効試合となった。しかし WBC は試合後にビデオ検証の結果引き分けと判断したため、ホップキンスに王座が返還され初防衛に成功した。なお WBC の判断は引き分けとなったが、公式記録は無効試合と記録されている。2012年4月28日、ロサンゼルスのステープルズセンターから、 アトランティック式のボードウォークホールに舞台を移して行われたチャド・ドーソンとの再戦は0から2の判定負けで2度目の防衛に失敗し王座から陥落した。2013年3月9日 IBF 世界ライトヘビー級王者タボリス・クラウドに挑戦し3から0の判定勝ちで王座獲得に成功。自身の持つ46歳4ヶ月での 世界王座獲得を更新する48歳に、2ヶ月での世界王座獲得を達成した。2013年10月26日、当初は2013年7月13日に、ニューヨークのバークレイズセンターで、カロムラトと対戦予定であったが、理由は明らかになっていないがムラトに、アメリカ入国ビザが発給されず一旦は中止となった。ムラトの大役に、 セルゲイ・コバレフと交渉していたが、コバレフは WBOO ジャネーさんクレバリーに挑戦することになったため、コバレフ戦は実現しなかった。しかしその間に、ムラトにアメリカ入国ビザが発給されることになり、アトランティックシティのボードウォークホールでカロムラトとの対戦が決定した。試合は中盤以降ホプキンスがペースを握り、9回にムラトが左目をカットする。 ホップキンスにしては珍しく小狙いが伺える、攻撃的な試合を展開するが、デラ・ホーヤ戦、以来9年ぶりの小勝ちはならず、3から0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2014年4月19日、ワシントン DC の DC アーモリーで、WBA 世界ライトヘビー級、スーパー王者のベイブット・シュメノフと、王座統一戦を行い、12回2から1の、 判定勝ちを収め、IBF 王座二度目の防衛、WBA スーパー王座の獲得に成功、王座統一を果たすとともに、自身の持つ、世界王座最年長獲得記録と、世界王座最年長防衛記録を49歳3ヶ月に更新し、統一世界王者としての最年長記録も塗り替えた。シュメノフが持っていた、今世界ライトヘビー級王座はホップキンスが今への、 認定料の支払いを拒否したため、空位となった。2014年5月9日、WBA はホップキンスを4月度の月間 MVP に選出した。2014年11月8日、アトランティックシティのボードウォークホールで、WBO 世界ライトヘビー級王者、セルゲイ・コバレフと王座統一戦を行うが、12回0から3の判定負けを喫し WBA 王座初。 防衛、IBF 王座3度目の防衛、WB 王座獲得に失敗。ミドル級に続き、ライトヘビー級での3団体統一に失敗すると、共に自身の持つ、世界王座最年長獲得記録と、世界王座最年長防衛記録を49歳10ヶ月に更新することにも失敗した。2015年8月5日、IBF が、 IBF 世界ライトヘビー級王者セルゲイ・コバレフの指名挑戦者決定戦で IBF 世界ライトヘビー級2位のアルツール、ベテルビエフと対戦するよう指令を出すが、ホップキンスは指令を断った。後日ホップキンスが会見を開き、スーパーミドル級に転向し4階級制覇を目指すよと話し、ゴールデンボーイプロモーションズも要望に応えて、 WBO 世界スーパーミドル級王者、アルツール・アブラハムとの対戦を目標にしたが、ヒルベルト・ラミレスに敗れてしまったため、対戦は実現できなかった。2016年12月17日、2年1、5月ぶりの試合で、カリフォルニア州イングルートのザ・フォーラムで、WBC 世界ライトヘビー級2位で、WBC インターナショナルライトヘビー級王者。 ジョー・スミス・ジュニアと引退試合として対戦し、スミスのパンチでリング下に転落し20カウント以内にリングに戻れなかったことで、プロ初の小負けとなる8回53秒、TKO 負けを喫し王座獲得に失敗、試合後に引退を表明し、ゴールデンボーイプロモーションズの副社長に就任した。戦術に長けた万能型であり、優れた防御感と、 テクニックで相手の長所を消す戦法を得意とし、またレスリングの練習に裏打ちされたクリンチワークのうまさも持ち合わせている。ボディーワークをベースにしたディフェンスで相手の攻撃をさらに切らせ、オフェンスにおいてはダイレクトライトとカウンターを得意とする。前世紀はそのリングネームがそのまま通用するほどの凄みとキレを誇った。また、パンチの次に飛んでくる頭。 相手を巧妙にホールドしながらのパンチ、相手のローブローを大げさにアピールしての時間稼ぎ、レフェリーが見ていない隙の過激などで、悪い流れも自分の方に引き寄せてしまう。そのファイトスタイルで、フェリックス・トリニダード、オスカー・デラ・ホーヤといった人気者をことごとく打ち倒してきたため、ヒールが彼のキャラクターとなっている。なお、試合の際のリング入場時には、 ニックネーム通りの死刑執行人の衣装で登場したり、勘家に入って登場してきたり、宇宙人のマスクをかぶって登場したりした。現在でこそ当世へ切ってのコーチにたけた完成度の高いボクサーと目されるが、キャリア前半期は死刑執行人の名にふさわしい、荒々しい倒し屋というイメージが付きまとっており、高戦的なハードパンチャーだった。世界戦も含め 1RKO が13度ある。 キャリアのハイライトの一つとなったフェリックス・トリニダード1000では荒々しさを封印して高度なテクニックと狡猾な戦術でスーパースターであったトリニダードを圧倒し驚きを持って迎えられた。ありがとうございます。